はい、こんにちは、物欲な名古屋人です。今回はワイヤレスマイクご紹介いたします。実は私ワイヤレスマイクは初めてですね、購入しようと思っていたんですけれども、まあ有線のピンマイクでいいやということで、ずっとワイヤレスマイクというものはね使ってなかったんですけれども、今回こちら ZG シネというところからのレビュー品で、 ZG シネリアルワイヤレスマイクロフォンシステムご紹介いたします。このように非常にコンパクトなワイヤレスシステムのマイクですね。パッと見ね、この形を見ますと超有名なあのロードのワイヤレス GO というマイクそっくりだなというふうに思います。あれはどちらかというと正方形的な形してるんですけれども、ロードのワイヤレス GO にまあ似たというかね、同様の商品かと思います。70m 離れていても届きますというところと、6時間のオペレーティングタイム、6時間動作します。レシーバーとトランスミッターがセットになった商品です。このようにマイクはねビルトインということで内蔵しているみたいですね。あと UHF ということで短波で電波で通信ができるというところ、リアルタイムモニタリング、あと OLED スクリーン、ディスプレイがついてます。あと OLED スクリーンがついているというシステムです。このようにカメラのホットシューに取り付けてレシーバーとして使うというような想定です。ちなみにちゃんと技的マークもついてますので、日本でも問題なく使用ができます。このようなコンパクトなパッケージに入っています。ではチェックしていきましょう。このような非常にしっかりとしたポーチに商品入っているみたいですね。セミハードケースが付属しています。パッケージ開封しますとこんな感じです。セミハードケースはこのようにしっかりくぼみがありまして、製品が収まるような形をしております。では見ていきましょう。こちらが本体です。いや非常に軽量で小型ですね。このようにレシーバーとトランスミッタークリップが後ろにはついておりまして、そして上側はこんな感じです。このマイクがついている方が送信側ですね。そして受信側、ヘッドホン端子ついてますようにリアルタイムでモニタリングができるようです。このあたりは嬉しいですね。音声実は入ってなかったっていうことが多々ありますので、そういったところを防げると思います。 USB Type-C での充電です。表面このようになってまして、液晶画面がありますね。パッと見ここだけだと送受信どっちかっていうのは分かりません。あと後ろこちらですね、プラマイボタンとこのようにギアマークのボタンあります。こんな感じのちょっとねプラスチッキーな、だいぶプラスチッキーな感じの筐体ですけれども、まあちゃんと動作すれば問題ないと思います。そしてピンマイクがついてますね。本体内蔵マイクでも録音、まあ音声取れるんですけれども、ピンマイクちょっと比較してみたいと思います。そしてタイプ C タイプ A のケーブルがこのように2本ですね。送受信機用の充電だと思います。これ服に挟んでマイク固定したい時に使うものですね、マグネット。そしてあとはケーブルです。これ本体とカメラをつなぐためのケーブルだと思います。3極と4極の変換のものと、3極と3極のオスオスケーブル、オーディオケーブル、短いものが2本ついてますので、どちらのタイプでも使えるっていうところは安心ですね。こういったセットになっています。では実際使ってみましょう。素晴らしい。半分諦めてたんですけれども、説明書ちゃんと日本語が対応していますね。これは嬉しいですね。では設定進めていきます。では設定していきましょう。まずこちらがマイクですね。こちらはこのようにクリップついてますので、胸に取り付けましょう。私の胸に取り付けた状態です。そしてこちら受信機側ですけれども、ここにモニタリング用のヘッドホン、まあ、こういったものを装着いたします。ここですね、 3.5mm のジャックに挿しまして、そして面白いのはこれ、カメラのホットシューに取り付けたいんですけれども、見てください、このようなマウントがついてます。こんなマウント、クリップ外さなきゃいけないのかなと思ったんですけれども、このままねスッとはめることができますので、これをあとはカメラのホットシューに取り付けるだけです。例えばこのようにホットシューに挿しましょう。はい、そしてネジで留めます。こんだけですね、非常にお手軽です。これで装着完了です。そしてあとは、こちら音声出るね出力の部分をカメラのマイク入力に挿します。3極3極でいいかな、3極タイプと、こちらマイクはどこだ、ここか、マイクは、上ですね、こちらですね。こんな感じで、はい、今この
ミラーレスカメラにホットシューの部分にこのように装着して、そしてマイク端子にこのように短いケーブルを挿した状態です。こんな感じのセッティングです。ケーブルの取り回しはね、もう少しなんか考えた方が良さそうですね。これぐらいでどうだ。まあちょっとこんな感じにしておきましょう。このようなセッティングです。では電源入れましょう。電源側面にありますので2秒長押しです。電池が入ってんのかな、まあ、とりあえずフル充電っぽいですね。こんな感じで液晶画面表示されます。 TX ということでチャンネル1になってます。 570.15MHz という周波数でやり取りしているようです。ではレシーバー側も電源入れましょう。ちょっとなんかヘッドホンからプツプツっと音がしましたね。そしてこんな感じです。同じくチャンネル1の 570.15MHz このように電波がバリさん来てますね。 TX なんかメーター触れてますね。メーター触れています。これで聞こえてるのかな、ちょっと試してみてみたいと思います。送信機側のプラスマイナスボタンでレベルを調整できますね。今送信機側を一番マックス 15dB にしまして、今度は受信機側のこのプラマイでレベル変えれるみたいですね。あ、ヘッドホンから音がしなくなった。これでマックスです。あ、結構大きい音。どうでしょうか、どうでしょうか。これぐらい、これぐらい。あ、このようにこんな感じでプラマイで音量調整が可能です。あとはカメラ側にインプットがどう来ているかですよね。このように入力されたカメラ側のね録音レベルを見ながら、出力側の音声のレベルを調整します。今、V09 ということでちょっと下げましたね。下げまして今入力側でもこのように結構入ってます。送信側と受信側両方プラスマイナスで調整してレベルをね決めていくっていう感じです。ちょっとこのあたりの入出力レベルの調整っていうのは試行錯誤がいりそうですね。では録音してみましょう。このようにマライカ SL2S にこのように受信機接続しまして動画撮影している状態です。音声だけ拾います。映像は今ここね撮っている ZV-1 で流しますけれども、音声が今この SL2S からの音声です。どうでしょうか。今内蔵のマイクですね、本体内蔵マイク、胸に T シャツの上からクリップで取り付けまして、そして出力側のレベルはマックス 15dB となっている状態で、そして受信機側は9ですね、9というようなボリュームになっていますので、その組み合わせで今カメラのレベルがこのように黄色の部分にちょっとかかるぐらいのボリュームレベル感になっています。どうでしょうか。送信機側の方が大きい出力状態で撮っていますので、サーッというねホワイトノイズが若干ヘッドホンからは聞こえていますけれども、ちょっと動画になるとねどんな感じで撮れているかっていうのを確認ください。今ZG シネリアルワイヤレスマイクロフォンシステムの送信機側 MAX の出力状態で、まあ、1メートルないぐらいですね離れて撮影してます。ワイヤレスで非常に便利ですよね。どうでしょうか。これでね音質がなかなか使えそうであれば常用していきたいなというふうに考えています。本体内蔵マイクです。服の擦れる音はねどうでしょうか。今本体を触ってるとこんなスルスルスルとねする音が聞こえますけれども、まあそこまで激しく動いてレビューするわけじゃないので、まあこんな感じで撮れてればいいかなというふうに思います。口元に近づけるとこれぐらいちょっとバレますよね多分。はい、適度にちょっと離した上で録音しているという状態ですね。どうでしょうか。ちょうど口元の方に向けばいいんですけども、まあ、若干ちょっと離れがちであります。こんな感じで録音レベル取れてます。どうでしょうか。ではちょっと出力変えてみたいと思います。出力をちょっと下げます。送信機側の出力を9にしまして、受信機側を
マックスにします。逆転ですね。これでどうでしょうか。今入出力を逆転させました。入力側が9デシベル、そして受信機側の設定が15ということで、先ほどとちょっと逆転させたんですけれども、どんな感じで違いが出てますでしょうか。 ZG シネリアルワイヤレスマイクのシステムテストを行っております。どうでしょうか。そしてこの後に今ピンマイク、今までというか今使っているピンマイクでも録音してますので、その音声も流したいと思います。こちらが今動画でメインで使っているピンマイク、安価の2000円ぐらいのピンマイクですけどね、同じ位置取り付けて録音している状態です。どうでしょうか。ピンマイク胸に取り付けて話しています。普段ほとんどの動画今このピンマイクでね撮影していると、有線タイプですけれども状態ですけれども、このピンマイク AGPTech かなのピンマイクと今ワイヤレスシステムの違い、どんな感じで撮れてますでしょうか。今こちら普段使っているピンマイクを ZV-1 ではなくてこの SL2S に直接接続して録音しております。だいたい音量レベルね、デフォルトでこれぐらいですので、いいかなと思いますね。ちょっと先ほど ZV-1 に接続して録音していたんですけれども、本体の違いによってもね、音質変わる可能性があるなと思いましたので、今こちら、ワイヤレスシステムは、抜いた状態で、いつも使っているピンマイクを SL2S に接続しています。どうでしょうか。こちらが普段のピンマイクの音質です。ではこの後ですね、こちら付属のピンマイクを取り付けてこのピンマイクでの音質もチェックしてみたいと思います。ではこちらのマイク側をここ差し込みますね。これでピンマイクでの駆動となると思いますので、この状態で録音してみたいと思います。では録音レベル見てみたいと思います。レック開始いたしました。このように今送信機側は 9dB ということで、ちょっと抑え気味、そして受信機側が、こちら先ほどと一緒ですね、15ということで受信機側を上げております。音声今どんな感じで取れてますでしょうか。今こちらですね、 SL2S はこんな感じの録音です。この本体はちょっと今赤く振り切れますね。このカメラ本体では 0dB ということで、入力に対してのこのようなマイク感度は特にいじってないです。今 0dB となってますように、マイク感度、入力のマイク感度はいじってないという状態ですね。ちょっと大きい音量すると赤く振り切れますので、ちょっと受信機側を12ということにしてみましょうか。これぐらいでどうでしょうか。これだと赤く振り切れることなく、だいたい緑線からちょっと黄色線というところでしょうね。こんな感じです。どうでしょうか。全く今音声聞いてませんので、どれぐらい入っているのか非常に気になるところですけれども、送信機側が9の、受信機側が、15という状態です。13か13という状態では逆転させてみましょう。受信機側を9にしまして、そして送信機側を13にしますか。こんな感じでどうでしょうか。このぐらいでマイク、いい感じですね。先ほどと同じぐらいの感度で録音できてます。あんまりこのヘッドホンからはね、今音がそんなに聞こえてないですね。どうでしょうか。こういったワイヤレスシステムですので、もちろん離して聞くこともできます。今30センチぐらいですけども、ちょっとね離れてみましょうか。今こんな感じで歩いてます。ピンマイク胸につけた状態で、だいたい今これね5メートルぐらい離れた状態です。普通だとね全然マイクの音聞こえなくなると思いますけれども、どうでしょう。今これ別の部屋に来ました。隣の部屋に来た状態です。どうでしょう。すごいですね。送信機側ちゃんとマイク触れてますので、ちゃんと音取れてるかと思います。ではね、ちょっと1階まで降りてみましょうか。70m 送信できるということで、いけると思いますけれども、今階段を降りていまして、2階にやってまいりました。ココちゃんこんにちは。そらくんもう寝ますよ。雨降ってきましたね。では
2階から1階まで降りてみましょう。これで撮れてるとなかなかすごいですよ。結構どうでしょうか。今1階の部屋、一番端っこの部屋までよくね電波テストする部屋ですけれども、そこまで来ました。どんな感じでしょうか。うん、撮れてるかな。送信機側のメーターはちゃんと触れてますけれども、まあ受信機側でね触れてなきゃ意味がないので、どうでしょう。今1階に来ました。もっと言うならばちょっと外に出てみますか。外に出てみましょう。聞こえてんのかな。めっちゃ不安。はい、雨の音聞こえますでしょうか。これ今外に出ました。車が走っております。いや結構降ってますね今日。しとしとと雨が降っている状態ですけれども、あと車の走行もね入ってるんじゃないでしょうか。前を通ります。こんな感じですね。では戻りたいと思います。ワイヤレスシステム非常に便利ですね。家の中でも離れてケーブルを気にすることなく聞けるかと思います。あとはどれぐらいの音質で撮れているかによって今の有線のピンマイクと、置き換えができるかなというところで、また3階まで戻ってきました。どうでしょうか。触れてますかね音質。まあここだと大丈夫でしょうね。はい、やってきました。ではちょっと聞いてみたいと思います。ということでいかがでしたでしょうか。いやーすごいですねこれ。今聞いてみました。実際録音した音聞いてみましたけれども、だいたい受信機側と送信機側どっちか入れ替えても最終的な出力が一緒ぐらいであれば音ね同じ感じで取れてましたね。そしてやっぱ何よりすごいのがワイヤレスということで、3階に今これ置いてあるんですけれども、ピンマイク装着した送信機とともにですね2階1階そして外に出てみましたけれども、バッチリ音声取れてましたね。素晴らしいです。70メートル音声届くというのはちゃんとこのようにパッケージもね記載してあるのは、縦に記載してあるわけじゃないんだなというところを思いました。しっかりと、まあ、今回70メートルまではね離れてないですけれども、離れたところからも問題なく音声入力することができましたので、いやこれねロードのワイヤレス GO とどっちがいいのか、私ねロードのワイヤレス GO 持ってないので比較できてませんけれども、どうでしょう、なかなかいいんじゃないでしょうか。結構内蔵マイクばっかで私撮影していてかなりお聞き苦しい状態になることが多いので、こういったワイヤレスマイクのシステムっていうのを今後ね活用していきたいなというふうに思います。ほんのりあったかい程度ですこの送信機受信機が。そしてバッテリー6時間持ちますので、まだねピンピンしてますね。全然問題ないです。このあたりもしっかりバッテリー残量が表示されてますので、危なくなっても、充電すればね使えるというところで、これはなかなかお手軽でいいですね。有線接続は絶対なるね安心感あるんですけれども、まあ、こういったワイヤレスシステムも今後活用していきたいなと思います。やっぱりね入出力の設定とあとは電源がね片方切れてたりというようなトラブルがあって音声が取れてないとかいうところが一番怖いかなと思いますので、まあ、そのあたりには気をつけながらかなと思っております。ということでいかがでしょうか。今回は ZG シネリアルワイヤレスマイクロフォンシステムご紹介いたしました。コンパクトな送信機受信機がセット、そしてラベリングマイクピンマイクもセットになった商品ですので、これはねビデオ撮影使えるマイクとなっています。気になった方チェックしてみてはいかがでしょうか。今回も見てくださりどうもありがとうございます。